お疲れ様です。今日の最新のウイスキーニュースはですね、北海道のニュースですね。余市町で新たな蒸留所のニュースということで、こちらね、以前も取り上げたリタファーム&ワイナリー、なんと樽オーナーを募集し始めました。名前の通りですね、ワインのブルワリーということで、ウイスキーも作り始めるということなんですね。樽は、小樽じゃなくて、なんと200リットルの樽です。これはね、バーボンバレルですね。200リットルというと、バーボンダルと呼ばれるようなものですね。価格はね、250万円。アルコール度数 40% に調整した場合は、1樽で700ミリボトルが、412本も取れるということで、まあこれはね、カスクストレングスとか選べるのかどうかはちょっとわからないですけどね、 46% にするとかね、まあ、50% にするとか、加水量は選べるのかどうなのか、まあ、全く加水しないでボトリングというふうにはできるでしょうね、多分ね。でこちらね、問い合わせの方はホームページの問い合わせ欄から、メールでとのことで、年間50タルを先着順で販売するということです。はい、こちらのブルワリーはオーナーの菅原さん夫妻、2人で運営していて、2013年に設立した、会社です。生産したワインは約半分をフランスに輸出していて、今年は世界最大規模のワインの品評会、インターナショナルワインチャレンジで、銀賞と銅賞を獲得しています。ウイスキー事業はですね、今年の12月に設立予定の新会社、余市ウイスキーとして行う予定ということなんですけど、まあ、まだね、蒸留は開始してないんですね。今シーズン中にはイギリスの麦芽を使って、蒸留開始、まずはってことですね。来シーズンからはね、余市周辺の麦芽を使用する方針だそうです。はい、まあ、全部が全部じゃないかもしれないですけどね。早ければ年内には開始するということで、当面は樽オーナー分を含めた700ミリボトル、年間4万5000本の、生産を目指すということで、まあ、珍しいですね。ウイスキーの瓶換算で、生産量を提示するというのはなかなか珍しいんですけど、まあ、世界基準のクオリティのジャパニーズウイスキーを発信していきたいとのことです。こちらで、ね、以前はこのチャンネルでも、取り上げた時に41ウイスキーとして発売するっていう予定だったんですね。それなんて読むかというと、余市ウイスキーなんですよ。それどうなのかなってちょっとね、せっかくちゃんと作るんだから、そういうちょっとダジャレっぽい感じとか、あとはちょっとこう、まあ、余市町でやってますからね、気持ちはわかるんですけど、もともと日華の余市蒸留所がありますし、シングルモルト余市がありますからね、ちょっと似てるものはやめた方がいいんじゃないかなとは思ってたんですが、っていうかそういうふうにね、前回の動画でも言ったんですけど、今回は41ウイスキー、余市ウイスキーというふうに書かれてなかったんで、変えたのかなって感じですね。だけど、まあ、余市ウイスキーっていう名前もちょっとどうかなとは思うんですよね。まあ、すごい気持ちは分かるんですけどね、余市でやってますしね。まあ、瓶上で売るにはいいんですけど、品質で勝負したいなら名前が結構足かせになるんではないかなと思います。逆にマイナスに働くんじゃないかなと思うんですよね。検索しても日課が引っかかりますしね、絶対ね。検索で引っかからないって結構大打撃ですからね、今の時代ね。あとはやっぱりどうしても名前が似てる模倣品にしかならないというか、混同されちゃうので、そこでちょっともうワンランク下に見られちゃうというか、ワンランク以上下に見られちゃうっていうのはあると思います。やっぱりシングルモルト余市がありますから、どうしても認知がそっちの方が上ですからね。それ以上には絶対ならないというね、それはなかなか足かせじゃないかなと思います。オリジナルの名前つけた方がいいんじゃないかなとも思うんですけどね。皆さんはどう、感じるか、ぜひねコメント欄に書いてみてください。名前だけでちょっとマイナスになるのはもったいないなと思いました。まあ、タルオーナーの方はですね、興味がある方はぜひね、ホームページもありますから覗いてみてください。はい、続いてはですね、本坊酒造からマルスモルトルパピオンダブルカスク、ミヤマシジミが発売します。そして、今回は抽選販売です。このシリーズね、結構人気あって、飲みたい方も多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、蝶のシリーズですね。一番最初はアサギマダラから始まったのかな。多分ね、今回で9種類目ぐらいだと思うんですよね。
まあ、僕も全然飲めてないんですが、なかなかね入手が難しいので、あれなんですけど、僕もね、抽選応募しました、はい、ウイスキーの熟成環境を形成する日本の四季折々の気候風土、その自然環境の素晴らしさを、日本に生息する蝶をモチーフに表現したシリーズということで、本州中部の限られた地域に生息するシジミ蝶科の蝶、ミヤマシジミがテーマと。青紫で美山の、ブルージュエリーにも例えられる姿をイメージして、シェリー樽で熟成した2樽をバッティングと、マルス信州蒸留所で2016年に蒸留したモルト原酒をナチュラルカスクストレングス、そして、ノンチルフィルターで瓶詰めしたダブルカスクシングルモルトウイスキーということで、多分7年近く、まあ、7年か7年近く、熟成したものということですよね。2016年蒸留所ですからね。2022年8月マルス信州蒸留所が、立地する長野県宮田村で絶滅危惧種の蝶ミヤマシジミの生息が確認され、その後の調査で全国的にも、最大規模の繁殖地であることが判明ということで、こちらのシリーズ実はね、あの本坊酒造の社長さんが大学でそういうね、勉強をしてたみたいで、めちゃくちゃお好きみたいなんですよね。結構社長のプライベート、コレクションシリーズみたいな、社長自らが関わってるシリーズらしいので、結構いい原酒が使われるというふうに聞きました、はい、だからねこのシリーズ結構評判がいいみたいです。ラッキーキャットもそうらしいですね。蒸留年は2016年5月と、12月、瓶詰め年は2023年の9月ということで、まあ、7年ギリギリいってないものもありますが、大体全部、7年原酒ってことですね。アルコール度数なんと 61% です。すごいですね。818本、価格は 14,300円ということで、こちらね抽選受付の方がですね11月6日の AM 10時終了と、受付終了というふうになってますので、ぜひね興味がある方、下の概要欄のね URL から応募してみてください。はい、続いてもですねウイスキーの抽選なんですが、山崎リミテッドエディション2023と響きブロッサムハーモニー2023の抽選販売です。こちらねちょっと一部の方だけなんですが、割とネット販売、ネット抽選なので参加資格のある方も結構いらっしゃるかなと思います。これねセブンイレブンですね、セブンイレブンのネットギフト、こちらで抽選販売やってるんですけど、応募条件がまず、会員登録済みの方、まあこれは会員登録すればいいですよね。あとネットギフトのメールマガジンに登録済みの方、そして去年の9月22日から今年の10月2日に買い物実績がある方ということで、ちょっとこの買い物実績っていうところでねハードルが一気に上がるんではないかなと思うんですが、その3つをクリアしていれば、もうボタンポチッと押すだけで応募できます。応募期間なんですが11月2日の23時59分までです。明日ですね。なので自分はちょっとね、応募資格があるなという方はこちらの方覗いてみてください。まだね、僕も2023はね山崎の方が、店にないのでちょっと欲しいなと思ってるんですが、買い物実績がありません。なので応募してないんですけど、まあこれ後々もね、定期的にやると思いますので、何かね、年に1回ぐらい、購入しておくといいのかななんて思いました。まあ、必要なものを買っておけば参加資格があると思いますし、来年もね、こういう、チャンスがあるんじゃないかなと思います。まあセブンイレブンネットギフトって結構この山崎のねリミテッドエディションとかブロッサムハーモニーとか販売してたりしますし、あとはそれ以外のジャパニーズウイスキーたまに発売してたりとかしますので、割とね狙い目というか、まあもう貼ってる方も多いと思いますけどね、興味がある方はぜひね実績を作っておいてください。はい、続いてはですね、以前メインチャンネルでコラボした、アイリッシュウイスキーのクロナキレティですね、こちらのイベントがあるということで無料で参加できるのかな、金額のことはちょっと書いてないんですけど、日本にあるですね小江戸ブルワリー、クラフトビールですねとのコラボレーションに取り組んでいて、
クロナキリティから、コエルブルワリーに、ウイスキーの樽を送って、そしてビールをちょっと詰めてね、熟成してもらって、その後樽が、アイルランドに戻されて、ウイスキーを熟成させるとか、まあ、IPA カスクとかね今ありますから、ビール樽として、ウイスキーを熟成するということです。それのコラボですね。ウイスキーはまあ来年までリリースされないんですが、ビールはね今年11月末にすでにリリースされます。このプロジェクトを祝って、発表する特別なイベントをアイルランド大使館で開催する予定ということで、まあ、なかなかアイルランド大使館に行く機会もないと思いますから、結構楽しいんじゃないかなと思います。開催日はね11月30日、まあ、東京ウイスキーショーの、2日前というふうに、ね、書かれてますね。木曜日です。時間は16時から21時まで、受付はね17時30分からになってます。場所は麻布十番、元麻布ヒルズフォレストタワーって書いてますね、大使公邸、在日アイルランド大使館公園と、そしてアイルランド政府食料庁、コエドブルワリーとクロナキルティの、プロジェクト発表会。イベントではビールの発売を記念して開催されるというふうに書かれているので、ビール飲めるんでしょうね、もうね。ガイド付きテイスティングができるっていうのと、あとはフード&ドリンクの、立食レセプションというふうに書かれています。興味がある方はね、ぜひ、こちら足を運んでみてください。無料で参加できるならめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。近くだったらちょっとね、アイルランド大使館という場所に行ってみたいですね、そもそもね。はい、そして、本日最後はですね、白州のシェリーダル原酒ブレンドが発売ということで、こちらなんと缶ハイボールですね。いやいやいや、なんかね、急に出てきたんですけど全然知りませんでした。今年はサントリーのねウイスキー作り100周年ということで、まあ、今まで白州の缶ハイボール、そして山崎の、缶ハイボールというふうに発売してきたんですが、白州はね6月6日そして、山崎は8月8日ということなんですが、今回は12月26日でめちゃくちゃ年末に出ます。はい、価格の方はね、まあ、350ミリで600円変わらずですね、アルコール度数は 9% と、まあ、使用は変わらないんですが、爽やかなスモーキー原酒をベースにシェリーダルで熟成した原酒をアクセントに加えたと。これは美味しそうですね。もちろんあのシェリーダル原酒のみのハイボールではなく、あくまでシェリーダル原酒をブレンドした、ハイボール缶です。まあ、シェリーダル原酒のみだったら結構ね逆に個性が強すぎてちょっと苦手っていう方も出てくると思うので、ちゃんとこう調節されたようなね、バランスが必要なんじゃないかなと思うんですが、甘く華やかな香味が特徴というふうに書かれています。まあ、見事にやっぱり白州と山崎はね、市場から綺麗になくなったかなと。あとはまあ、転売価格でね売られてるものとかは結構あると思いますけど、飲みたい方は一通り飲めたんではないかなと思います。一杯ぐらいはね、今回もだから普通に購入することは可能かなとは思うんですが、早めに、買った方がいいですね。グラスに氷を入れても美味しく飲めるようなブレンドにしましたというふうに書かれています。まあでもね、海外ではいろいろ今年はね、サントリー100周年ということで、ウイスキー作り100周年ということでいろいろ出たんですけど、日本ではねちょっとこの缶ハイボールだけかという感じでちょっと残念ですね。なんか斜め上の新商品ということで、まあ缶ハイボールはね、僕たちにはあんまりこう普段ねウイスキー飲んでる方たちからしたら嬉しくないかもしれないですけど、これからウイスキーを飲む方とかちょっとウイスキーに興味を持ってる方たちにはね、まあウイスキーの入り口としてはめちゃくちゃいいんじゃないかなとは正直思います。まあそれ飲んでね、なんて美味しいんだと思って、こうボトルをね買ってみようとか、なんかこうスコッチ買ってみようかなとか、なんかサントリーのねオールドとかリザーブとか買ってみようかなっていう、少し高めのものを買ってみようかなと思う方たちが、増えるんではないかなとは思うんですけどね。ただウイスキーのボトルからね飲んでるような方たちは、何かこうボトルを発売してほしかったなっていう方も多いんじゃないかなと思います。まあ12月5日にサントリーのねリージェントっていうのが発売しますので、そちらがね、まあ、唯一の今年の、まあ、100周年ボトルかなとは思うんですけどね。まあそちらはね、あのジムビーム蒸留所の7代目マスターディスティラーのフレッド・ノーさんが、原酒を製造と選定をして、
あとはサントリーの5代目チーフブレンダーの福吉慎二さんがブレンドしたウイスキーということなので、まあ、結構バーボンライクな、まあ、バーボンというふうには書かれてなかったのであえてね言いませんがバーボンライクなウイスキーなのでちょっとね苦手な方は飲めないでしょうしね。僕とかはバーボンとか好きなので楽しみなんですけど、はい。まあ、あとねやっぱりこう今年あの白州蒸留所が50周年なんですよね。それをすっかり言うの忘れてたんですけど1973年に竣工しているのって、まあそれもあって白州は2本出るということです、はい。まあ、いろんなタイプの山崎も白州も原酒を作っているので、まあこれでいろんなバリエーションのねウイスキーがあるんだよっていうことが分かるなとは思うんですけどウイスキー飲み慣れてる方からするとよく分かってることだとは思いますよね。あくまでやっぱり僕たちターゲットじゃなくてウイスキーのライト層、まあ、入り口になるようなものなんじゃないかなと思います。まあ、個人的にはウイスキー好きの人口が増えてくれればめちゃくちゃありがたいなと思いますしやっぱりこう、趣味を共有できるような方がね、身の回りにたくさん増えるのが一番いいかなと思いますのでぜひね、皆様も自分用に購入するとか、そういう前にウイスキー好きになってほしい方とかにプレゼントしてね飲んでもらうのが一番かなと思います。もちろん自分たちも話のネタにね、こう飲んで、どういう味だったどういう感想だった自分はちょっと合わないなとか、自分は好きだったとかそういう会話ができるように、味見するっていうのも大事じゃないかなと思いますのでもちろん動画も作りますし、皆様と共有したいなと思います。それではまた。